こんにちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。今日はね、何の企画かと言いますと、ガーファで働いてる人がいるんですけど、めちゃめちゃ面白い就活をした先輩がいるので、就活体験記を聞いていきたいと思います。山田さん、自己紹介お願いします。山田と申します。20卒で卒業して、今が社会人3年目になります。で、今は外資系企業で働きながら、いろんな副業とかもやってたりします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず就活の流れを教えていただいてもいいですか？就活は3年の5月には始めてましたね、はい、そこからインターンを受け始めていて、夏まではずっとそういったインターンをずっと進めてましたね、うん、でそこからはインターン選考から進めたものも何社かあったんですけども、10月11月ぐらいで全落ちしてから、結局1、2、3月とかはあんまり何もせずに内定もなく、4月ぐらいからちょっと焦り始めて、6月まで結局内定がゼロでした。でやっと出たのが6月の17とかだから、中旬に最初の内定が出たって感じになってます。夏からめっちゃ頑張ってたのに内定出なかったのはなんでなんですか？自分の仮説をずっと検証してて、夏インターンまでは結構おもろいやつみたいな感じで見られてたんですけど、うん、最終的に本選考では響かずに落ちちゃいましたね。夏インターンはどういうところに来たんですか？広告のインターンだったりとか、あとテレビがすごい好きだったので、エンタメ系の会社だったりだとか、うん、結構なんでしょう、華やかな業界を狙って行けてましたね、うん。なんで気を使う就活をしてたんですか？差別化をどうしてもしたかったんで、他人より面白ければ企業の人は目についてもらって取ってくれると思い込んでたんですよね、ずっと。そこは夏インターンまで結構良かったところだったんですよね。なんか夏インターンとかって結構企業もチャレンジ枠として人を採用してる感覚があって、うん、面白い人に見られたいがために、自分は恋愛が好きで、学生時代は人を好きにさせることを頑張ってやってましたって、こういうこと言いながら金融業界とかに受かってたりしたんですよ、ね、最初と夏インターンとか、うん、こういう面白いこと言うやつをちょっとチャレンジ枠で取ってみようみたいなことが夏インターンは結構できてる感じがするんですけど、本選考でこんなやつったら明らかに企業に害だろうっていう風なために思われたんだと僕は踏んでます。気を照らなくなったきっかけって何かあるんですか？そうですね、落ちてたのが理由なのと、あとは偽る必要がない企業に出会えたからだと思っていて、うんうんうん、それが今の会社が自分を別に偽らなくて、素直にそのまま話したくなったというか、志望動機として自然に出てきた会社にたまたまマッチングしたのがきっかけですね。あとは気を照らった就活、その博報堂の一面接で結構話がうまいねとか、言うことないねって普通に褒められたのにもかかわらず、結局落ちちゃったことがきっかけで、自分としてはうまくいったし、向こうもうまく話したんだなって思ってもらってたから、そういうフィードバックいただいたと思うんですけど、結局面接官が多分感じたことって、君は結構話してるし面白いし一貫性もあること言ってるけど、自分の会社には合わないんだなって面接官が判断したからだと思うんですよね。だから普通に落とされた、何も言うことないけど僕の会社にはいらないっていう風に落とされたってことだと思っていて、そこの時に結構就活ってマッチングだなって気づいたんですよね、うん。自分がその言いたいことをただ言ってても向こうに受け入れてもらえなかったら結局は受からないじゃないですか。そこで気づいた結果、そのマッチングっていうことを意識して、自分がそのちゃんと本心で話せるところだったりとか、入りたい会社っていうのをよく見るようになって、そこからの軸で結構ガラッと変わりましたね、はい。ズバリ内定の理由は、どうして内定が生まれたと思いますか？内定のための最大のポイント、そもそも自分がラッキーだったのは、自分の受けたい会社、入りたい会社に出会えたからだと思ってて、うん、今の会社に入りたいと思えたからこそだと思ってて、で結局その博報堂の面接で一時落ちた時にかなり気づいたのが、就活はマッチングだなってそこで気づいて、うん、その自分の会社に入りたい会社をまず見つけて、そこに対策をして、心から言える志望動機を言えたからこそ、今がズバリ受かったのかなというふうに思っていて、しっかりと行きたい会社っていうのをやっぱり企業分析とかしっかりした方が自分はいいかなっていうふうに思ってますね。
夏からめっちゃ頑張ってて6月まで泣いてなかったじゃないですか。の焦りとか不安とかなかったんですか？一切実は僕はなかった。多分その気持ちやった就活ってすごいリスキーだと思っているんですけど、うん、それを全然その楽観的に捉えすぎてたからそういうことが言えたんだと思ってて、うん、相手が出なくても将来なんとかなるやとか結構思ってたりとかしてたから全然焦りはなかったです。ただ親からは絶対に1年就職終われっていう話はされてたので、そこの受からなかったらどうしようみたいなことは結構あったんですけど、7月とか8月まで続けてもいいし365日採用とかのところもあるからどっかしらには、うん、雇ってもらえるだろうっていう風な気持ちで結構やってたのは大きいです。だからあんまり就活の面接とかも緊張せずに臨めたかなって、まあ、そこはなんか性格上の問題だと思います。うん、このままどこも分からなかったら心配なかったんですか？マジでなかった。結局6月ぐらいから、うん、選考始まる会社とかもあったし、なんかそこら辺は結構どんどん受ければいいやっていう気持ちで受けてたかなっていうのがあります。であとは吹っ切れてましたね。結構僕は結構就活うまくいってないっていうのも他の同期からもなんとなく察せられて、後輩とかがもうめっちゃ察してたんですよ。本当うまくいってなさそうなんで、はい、だけどもうそんなことはいいから自分のことやろうっていう風にそこの比較はしなかったですね。他者と比べてるとか友達と比べたりは全部でした。あと今の会社に絶対入ると思ってたんですよ。なぜ絶対受かるかっていうと本当マッチングが良かったっていう、本当にこの会社に入りたいと思ったし、向こう側の意図も分かった、理念とかビジョンにすごい共感したりとか、この会社に絶対入れるなってそこの仕事は確信してたからこそ全然落ちても自信持ってたのかなというふうに思ってます。自分にめっちゃ合う会社を探すのって難しいじゃないですか。どうやって探したんですか？受けまくるんですか？とりあえず受けまくったのと、あとはどっかで気づくかだと思ってて、あとは軸を変えるっていうタイミング、そこの軸をずっとぶらさないので持っていくのは絶対いいんですけど、やっぱりどこかで軸をちゃんと考え直すことも就活中大事なのかなというふうにすごい思いましたね。はい。今頑張ってる就活に向けてメッセージお願いします。で僕も6月まで内定がなかったです。ただ心がけたのは自分の行きたい会社とか自分の軸みたいなところを、まあ、いろいろ変更紆余曲折あったものの言い続けたことだと思っていて、だからそこは本当就活ってマッチングなんで、自分の思ってることっていうのを素直に伝えながら言うことで絶対通る会社、雇ってくれる会社があると思うし、その方が絶対幸せです。で僕もすごい今幸せだなって思ってる、うん、マッチングが成功したし自分の入りたい会社に入れたんですごい今幸せです。だからそこら辺はその幸せになるためにというか、自分の言いたいことは 言ってもいいし、曲げないところばっかりと思った方がいいなって思ってます。ありがとうございます。ということで本日はね、ガーファに内定した20卒の先輩に話を聞いてみました。この話が皆様の少しでも支えだったり参考になれば幸いです。ということで本日も皆さんご視聴いただきありがとうございました。山田さんもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。